一番好きな場所です。じゃあドンペリニョンの形は違います。そしてここに書いてあります。ドンペリニョン、うんうん、見ますか。これはローゼのドンペリニョン、ピンクの色が見えます。じゃあモエティショノはドンペリニョンのシャンパンも作っています。でももちろんドンペリニョンは別のブランドですので他のルールがあります。例えばドンペリニョンのセレマスターは違います。うん、ドンペリニョンのセレマスターの名前はリシャー・ジョフォンです。うん、リシャー・ジョフォン。だからこのセラの中にはセレマスターは2人です。はい、モエディショノの人とドンペリニョンの人がいます。もちろんチームもいます。モエディショノのチームは15人ぐらい、ワインメーカーは15人ぐらい、ドンペリニョンのチームは5人だけ。うん、そしてドンペリニョンはヴィンテージしか作りません。ですので素晴らしい年だけにドンペリニョンを作ります。いい年じゃなくてじゃあドンペリニョンを作りません。それ以外のお仕事は、そうそう、すみません、それ以外にその人はお仕事何してますか。暇です。休み、お休み。例えば2001年にドンペリニョンを作りませんでした。できませんでした。よくなかった。でももちろんテイスティングとか。そして、じゃあ現在ドンペリニョンの一番新しいヴィンテージは2004年です。そしてドンペリニョンは2種類ほどだけを使います。ピノノワールとシャドネだけを使います。ピノメニューを使いません。私もいつも3種類ほどを使うんですけど、ドンペリニョンはピノノワールとシャドネだけ。そしてドンペリニョンは一番いいほどだけを使います。グランクリのほど特級場だけと、オビレの一級場だけ。オビレは町の名前です。オビレはエタネの近くな町です。この町の中に修道院があります。昔にこの修道院にドンペリニョンが住みました。ドンペリニョンは修道僧でした。この修道院にドンペリニョンがシャンパニュの作り方を発明しましたので、もちろんこの修道院のボトルを使います。ドンペリニョンの記念でこのボトルを使います。一番いいボトルだけ。そしてドンペリニョンはドンペリニョンの熟成期間は8年以上です。以上。ここはちょっと違いますね。コルクが見えます。この周りにコルクがあります。キャップではありません。コルクがあるんですけど、今このマグナムは今熟成期間です。このマグナムの中に先のオーリーが入っています。でもこのマグナムの熟成期間は長くなっています。10年か20年か30年か40年かかります。40年間シャンパンとオーリーを一緒に成長します。だからコルクが、ここにコルクがあります。キャップではありません。キャップはダメです。もし先のキャップを使ったら20年後錆びるかもしれない。シャンパンを守るために今もコルクが一番いい。コルクが必要です。だから最初からコルクがあります。このコレクションは別のコレクション、ドンペリニョンエルテキ。一番、このセラは一番高級です。例えば、このシャンパンは収穫から販売まで手で作られたものです。例えば、先の方法を説明しました。冷却液体の方法。ここはダメです。コークを凍ることができません。だから、このマグナムは一本一本に手で掃除します。大変です。すごく大変。方法は、じゃあ動かす作業はもちろん同じです。動かす作業の後でオーリーを首のところに集中しました。この位置でオーリーはここ、ここに空気があります。空気がこの普通オーリーを触ると、じゃあコルク弾けば、この空気が普通オーリーを押し出すということで、胸の掃除ができました。でも早く親指入れて、ストップして、最後のリケール入れて、コルクします。手で一本一本に。すごく大変です。美味しそう。私も飲んでみたい。コレクション大丈夫ですか？